バーチャルタンスの裏からこんばんは、鷲田おみつです。よろしくお願いします。音が消えた、早速音が消えた。帰ってきて、帰ってきた。よし、はい、ということで明日だ。明日だ、タイバニー2の続編が明日だ。はい、ということで、今日はタイバニのライジング映画を見ます。素振りだ、素振りをするぞ。遊べたちんぱなさん、いらっしゃい、こんみつです。今日もお願いします。素振りだ、ぶん回せ、明日だ。明日だ。明日だよ、やまじぶん回そう。あやねこさん、こんみつです、いらっしゃい。今日はタイバニの映画を見ます。タイバニの2の後編の配信が明日からです。見てくれ、みんな見てくれ。わしだのことはどうでもいいから、タイバニを見てくれ。本当にもう本当、タイバニに関することに関しても高評価とかチャンネル登録とかどうでもいいから、タイバニを知って帰ってくれ、みんな頼むよ。素振りだ、素振りだ。ということで、はいね、同時視聴です。はい、いつもの同時視聴の説明しておきますね。同時視聴、この配信画面には映像は一切映りません。なので各自で映像の準備をしてください。わしでもまだ準備をしてません。多分ね、ネットフリックス、日本のネットフリックスだったら今配信してるんじゃないかな、無料で。アマプラでもレンタルができるので、もし見れる人は、強制は全くしないので、見れる方はぜひぜひ一緒に見てください。で、同時視聴は21時半からになってます。はい、半からです。この画面でいう左上の時計で30分になったら見ます。で、時間の合わせ方なんですけど、321ポチって、ポチのタイミングでボタンを押して再生をします。で、このバインダーの上にあるタイマーで時間を合わせていくので、そこをなんか、もしね、前回ね、ちょっと一回 OBS が落ちちゃったりしたんですけど、そういう時とかはこの何バインダーの上のタイマーに時間を合わせてもらえると、多分ラグがなく見れるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ一緒に見てください。そんな感じですね。ちょっとわしだも準備します。よいしょよいしょ、見るわよ。わー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 、準備するわ。今日何で見よう、ネットフリックスに入ってるかな。あ、マントリさん、いらっしゃい、はーい。グッモーニング。そっか、9時か、そっちは9時か、だいたい9時か。おはよう、おはよう。今日はね、タイバニの映画を見るよ。ちょっと待って、ネットフリックスどこ？ネットフリックスあった。これか。繋がってない。ちょっと待った。じゃあじゃあじゃあ。よいしょ。イヤホンが繋がってなかった。イヤホン！イヤホン繋げて！あ、ていうか、タイバニのさ、最新のトレーラー見ました？おうおうと思って。おうおう、タナトスと思って。あ、ルナティックーと、やっとだねルナティックーってなって、いや、ルナティックが出てきてくれたよ、楽しみだよ。どう関わるのかわかんないけど、出てきてくれるっていう安心感だけでもだいぶ今日楽しかったよ。ルナティックー、なんだっけ、タイバニタイガー&バーダビーの、ありますね、ライジングは。ネットフリックスにあります。1時間40分でございます。ね、面白裁判官さん、チアリーダーしてるだけじゃなかったよ。オープニングでチアリーディングして終わりかと思いきやね、ちゃんとルナティック出てきて、お、ルナティック久しぶりーと、元気してたわーって感じ。マジ、友達に会った感覚だよ。10年ぶりーみたいな。10年ぶりやばいな。いや、ほんとね、ようございましたよ、ルナティック出てくれて。でも予告でさ、だいぶ不穏なこと言ってたからさ、マジでと思って、一体どうなっちまうんだって感じだよ。
ってことで、明日9時からかな、また9時からタイバニ2の後編14話の同時視聴があるんで、もしよかったら見に来てください。わしだが初見で見るので、全然コメント上では匂わせ程度のネタバレはいいと思ってるんで、明日の配信もね、はい。なんで多分みんなは見てから来た方がいい、14話だけは。わしだは初心で行くわ、もしくはわしだと同じ気持ちで初心で見て、マジでいやドキドキだわ、どうなっちゃうんだか、やばい、映画2014年なの、マジで言ってんの、わーわー、よいしょよいしょ、あーやばいやば、勝手に再生される、止まれ止まれ、ネットフリックス止まらない止まれネットフリックス、タイバニ警察だ、ブソ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 、止まんねえ止まんねえ止まんねえな、よし止まった、オッケーオッケー、あーあーあああ、よいしょ、あちょっと待って、あ本当？スタンドも届いたの、ありがとう買ってくれてやっぱり税関で引っかかったんだ、アクスタアクリルスタンド税関で引っかかるの、何回やっても税関で引っかかるいやでも届いてよかったよ、なんかいっぱい連れてってご飯とかと一緒に写真撮って、あ、風見王さん、風見王さんじゃないですか、お久しぶりです、お久しぶりですそう、実は先週のライブ見てる時も、あれ風見王さん来ないかなってね地味にね思ってたやったー来てくれた、嬉しい、ライジングを見よう、ライジングを見ようライジングを見よう、そして明日は14話目の同時視聴もあるんで、ぜひぜひ一緒に見ましょう。明日はね、最後の一本のバーナビーのコラボしたローソンのお酒を飲むんだ、祭りだ、あ、ごめん、水飲む音入ってたら申し訳ない、よいしょ、楽しみだね、楽しみだよダメだ、じわじわ来るな、税関で引っかかるのそうか、税関で引っかかったのかってなるあー、おもろ、はい、ということでまだまだ時間がございますので、皆さんごゆっくりとごゆっくりとごゆっくりとご準備くださいライジングだけは参加しないとってお忙しいところありがとうございます。もう本当にね、みんな日常でね生活がある中ね、本当そんな長の2時間ぐらいをわしだのところで使っていただいて本当にありがとうございますって感じ。あー大丈夫大丈夫、強制はしないから、来れる時に来れればいいから、本当に大丈夫ですよ大丈夫ですよ、そんな、おい、なんでライブ見に来なかったんだよみたいなこと言わないから大丈夫だよそれはセクハラよ、タイバニセクハラよ、おいパワハラか、タイバニハラスメントになっちゃう、やだな、それは困るな、それこそタイバニ警察にちょっと殴ってもらわないと、あ、すいませんでしたすいませんでしたすいませんでしたってなっちゃうね、ライジング、私も多分ライジングが一番見てるかもしれない、ライジングってなんか見てて楽しいんですよねライジング見てて楽しい、え、ちょっとさ、ドーンってされた時の練習したいの、ドーンってされたらうわーってやるか重力に逆らわないと、逆らわないじゃん、逆らわっちゃいけないから草椅子ごと行っちゃったわ今ねえ、タイバニ2の後半ね、長いようで早かったっすよね。でもね、私がさ、タイバニのプレゼン配信をやったんですけど、あの時のね配信を今日のねツイッターでリツイートしたんですよ。そしたらね、6ヶ月前なんだって、あれやばくない？半年経ったんだってえーと
まあ10年に比べりゃあっという間だわなと思ってさびっくりしたドド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 ドどうするどうするドドドドドの時どうするドドドドドの時ドットオンの時はちょっと結構スムーズにいけばいいのかな。ドットオンでわーって言ってこうドドドドドの時ドド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 って言ってでもさ、和紙だと椅子だけ下がってるけどさ、 iPad とかさ、横にいるウサギとかトラとか1ミリも動いてないの一番面白いよね。ここ以外無重力なのよやばいやばい、いやはあ、よし、あと15分ぐらいある。何話そうかな。タイバニ2を経て改めてライジングのライアンを見ると新発見だらけでしょうね。ね、いや、あの時のライジングのイメージだけだった。でもさ、あのライジングさ、初見の時ってさ、そのCM の時さ、やたらすごいさ、皮肉な笑みを浮かべてる、すげえムカつくやつだなこいつ、敵かって思うじゃん。でも内容を見るとさ、ライアンのこと大好きになっちゃうと思ってさなんかそんな感じの人がさ、まあ、あの解釈が一致するかはちょっと置いといてって感じだけどさ、あのなんだろう、2のライアン見てさ、え、好きってなるのかさ、解釈違いですってなるのかどうなんだろうね。ちょっとそこ気になるわね、ウサギとトラはね、そう、能力使ってんの。どうする、敵が殴られた時に 4DX みたいなことする、100パワーで殴られたらボーンとかいくやる、やるかい忙しい、同時視聴してる場合じゃなくなっちゃう。あ、ね、マリオのね、よ、映画ね、あれさ、あれさ、あれじゃん、クッパがさ、ジャック・ブラックじゃんもうさ、クッパがジャック・ブラックってだけでめちゃめちゃさ、楽しみなんだよね。いや、てか、そっか、今日コミコンか。そっか、そっか。コミコンなー、コミコンさー。私、あの、グッドオーメンズっていう映画が好きな、映画じゃないや、ドラマが好きなんですけど、あれもね、今日コミコンで主演の二人が行ってるのかな、わかんない。グゴメのなんか情報も出るみたいな話がしてて、ちょっとね、ドキドキなんだよね。ねえ、ライアン初見のヒールイメージ含めてね、あれすごいよね。考えてたんだったらとんでもないっすよね。でもなんか人が足りない、あのこうやって組んでいく中でもう一人呼ぶとしたらライアンだって感じで、こう西田さんが呼んでたから、あの時もあれだったのかな、あのライアンはあそこだけって感じだっただろうから、にしてもすごいよな。いや、ほんとね、公開前のライアンの演出さ、悪すぎてさ、公開した後にさ、周りのオタク見てると、めちゃくちゃライアン好きな人多いじゃん。そのくせさ、あのヒールな売り方をしてるからなのか知らないけどさ、こう、イベントとかに行くとさ、在庫が少ないのか、ライアンだけすぐ完売しててさ、ライアンのグッズちょっと欲しいんだけど、みたいな。なんかさ、別の人とかみんな好きでもさ、ライアンちょっと一個ぐらい欲しいなって思うじゃん、あの、見た後だと。そう、だからさ、今10年経ってライアンのグッズいっぱい出てるのすごいなって思うよね。ライアンちゃん大出世よ。あ、視聴率ネットフリで大丈夫です。わしだもネットフリで見ます。で、あの全然アマプラとか DVD 持ってる方はそれでも大丈夫です。このバインダーの上の時間で再生時間を合わせてもらえればいけるはず。ただネットフリね、ネットフリ確かあれなんですよね、見てる子、見た時間っていうの、経過時間じゃなくて残りの時間で表示されちゃうからちょっと紛らわしいんですよね。まなみさんだ、久しぶり、元気してた、まなみさん久しぶり、お久しぶりです。まだ大丈夫ですよ、まだ15分もあるから余裕を持ってご準備ください。すごいな、みんななんか久しぶりに集まってくんじゃん、タイバニアベンジャーズじゃん、マジ久しぶり、元気してたさっきね、あれだったんですよ、あの映画見てる最中にライアンがドットーンってやったら、私たちもちゃんと重力に従ってドットーンってやろうって話をしてたの、そういう話をしてました重力には逆らえねえんだわマジで。
ドドドドドの時もなんかできればいいんだけどな。どうにもできない。いや、ちゃんと画面の前でみんなひれ伏してブーツにキスしてあげなのよ。俺のブーツにキスをしなっていうさ、決め台詞まだ台湾に2で見てないよね、確かね。あれ消えたのかな。あ、ま、マークシュナイダーがね、カッパ野郎のせいです。あのさ、シュナイダーさんってさ、結構あのマーベリック並みに嫌われてるっていうかさ、てめえこの野郎って言われがちだよね。あいつはね、あいつまだマシだと思うのよ、マーベリックに比べたら。マーベリックはさ、いい人のふりして寄ってきたからさ、おいてめえバニーちゃんがよってなるからさ、バニーちゃんの信頼あらげてんじゃねえぞこのクソジジがよってなったから。お前その言い分ぶっ潰してやろうと思ってやったから、あの当時ね。ごめんね、すごい暴言入ってるけど今。そう、シュナイダーさんはもう初っ端からなんだこいつって思ってたら、敵側も敵側でね、なんかかわいそうだったから。敵のことを悪く覚えないんだよね、あれ。全部あいつが、シュナイダーが悪いってやる。ああね、俺のスーツはがっつりゴールドに変わってましたね。そうかって感じ。ネットフリックス的には俺のブーツにキスをしろはアウトだったかってちょっと思った。でも俺のブーツにキスをしろは言わせないくせにさ、そのくせライアンちゃんのさ上半身裸を見せるわけじゃん。よくわかんないのよ、ネットフリックスの基準が。ライアンちゃんに対するこうモンペみたいなのが絶対いるよね。あ、ちょっとうちのライアン、ちょっとすいません、あのキスとかいうのは NG なんで、すいません、あの上裸は大丈夫です、大丈夫、視聴者サービスってことで大丈夫だと思うんでみたいな、そういうのが。あ、それな、それだ。全部あいつが悪いんだ、全部あいつが悪いんだって。全部マークシュナイダーが悪いんだ。カッパ野郎。じわじわする。いや、かもしれないよ、ほら。キスって言わせるのがダメなのかもしれない。ちょっと、キスって言い方ちょっと違うんですよ。解釈違いなんですよねって、こう、ライアンちゃんのモンペが言ってるかもしれない。ちょうど違うんですよね。うちのライアンちゃんちょっとそういうこと言わないんですよね。言ってるかもしれんよ。そうなんだよね。思ったよりウブなんだよね。てかなんか、2になっていいお兄さんって感じがすごい強くなった気がする。ね。うん。そうね、アンドリューさんありがとう。いや、被害者だよ。アンドリューさんも被害者だから。被害者が出ないのが一番良かったんだけどな。やっぱ被害者が出る前にあいつをとっちめる誰かが必要だったんだよ。ね、2でライアン好きになった人多そう。ライアン、ライアンってすげえな。ライアンってすげえな。ライアンってすごいよ。私は台湾に2になってブルーローズのファンが増えたんじゃないかなって勝手に思ってるから。ブルーローズとかもきっと増えてるんだよ。みんなファン増えてほしいな。1の時よりさ、それぞれの深掘りされてるからさ、絶対いいというかこう増えてると思うのよ、ファンは。うん。ライアン、ライアン。あと9分です、あと9分です。トゥットゥルッテルン、トゥルルッテルン、チッテチッテチッ。あと9分ですって言ってるけど、あと十何時間後には台場に配信されるんですよ。意味わかんねえな。意味がわかんないな。やば
やばいね。え、意味わかんねえな。ずっと意味わかんないしか言ってないけど。意味わかんないな。台湾にもうやんのか。どういうこと？明日って16時かな、また。ね、16時配信なんだろうな。いやー、見ないように我慢しなきゃな、ちゃんと。楽しみ。楽しみと同時にもう更新が止まるかもしれないっていう恐ろしさが。やだやだ。いやでもね、公式の同時視聴とか多分やってくれるからな。大丈夫だと思うんだよな。あーね、ライジングでもライアンは嫌いではなかったし好きだったけど、タイバニ2の人間味をさらけ出してくれた彼を見てさらに好きになりました。わかる。ライアン。いや、ライアンのあの3話目のさ、ちょっとお茶目な感じとかさ、涙もろくされたの、ちょっと涙もろくしすぎかなっていうのはあったけど、ああいう一面あるんだっていうのはあったし、ライアンちゃんちすげえ家だなっていうのもあったから。ライアンちゃんちすごかったな。なんかいろいろ見えていいっすよね。つれ、今日はめっちゃ咳が出る。はあ、アードロップです。みんな素振りをしようね。こんな寒い日だから体を温めて明日に備えていこうね。今日今何度ぐらい？20度ぐらいですね。寒寒でもほら、あれかもしれんから、令和ちゃんがほら、 あ今日体温めるんですか、あ、じゃあ、冷やしておいた方がいいですよねーって。あれ、ネットフリーに台湾に見つからない？いや、あるよ。あるある。あれじゃない？なんか、鷲田はこの前 Wi-Fi の位置情報をさ、アメリカにしてたら台湾に出てこなかったんだけどさ。そういう感じじゃない？もしかして。失礼。ねえ、そう、シュテルに戻ってきた理由知ったらさ、そう、応援したくなったんだけど、あのさ、一番新しいティーザーでさ、あの暴走させるおじさん出てきたじゃん。クソリーゼントって思っちゃったんだけど、あいつがさ、あいつがさ、元気そうなのがすごい嫌でさ、怖いんだよな。マジライアンちゃん、幸せになってくれ、ライアンちゃん。ね、あんなことがあったら人間は死になってもおかしくないのに、ライアンはシュテルンビルドのヒーローを信じて戻ってきてるね。ほんと、あの映画でよっぽど信頼を得たんだよね。ね。すごいよ、シュテルンのヒーローたちは。ねえ、嫌なんだけど。ライアントラウマストーリーだけは嫌なんだけど。なんか、マジで。っていうかさ、もうティーザーの時点でだいぶ不穏なことを言ってるから、誰なのっていう。気持ちと、まだティーザー見てない人がいるから何がとは言わないけど、誰なのっていう話と、あの人なんじゃないっていうさ、なんかもう一人さ、明らかにいろいろ怒ってる人がいるからさ、この人じゃないみたいなちょっと怖さがあったりいろいろあるんだよね。さあ、あと4分です。あと4分です。素振りの準備はいいですか？あー、みんな素振りの準備はいいですか？なんでこんな咳出るんだろう。わからん、わからん。いやー、どうかどうか、タイバニーのヒーローたち全員健やかであれ。マジ救ってほしい。なんかさ、ちょ、全然違う話になるんだけどさ、わしだね、あの MCU とかマーベルも結構好きなんですよ。でね、最近ね、見てるね、ドラマのシリーズがあるんですよ、マーベルのね。それがさ、1話終わるごとにさ、なんでーってさ、毎話毎話さ、終わるたびになんでなの、どうしてってなりながら頭抱えて毎週見てるからさ、もうどうかどうか対話にだけは平和であってくれっていう気持ちが
すごいんだよ。いやいや、本当後半戦で小鉄さんに何もありませんようにだよ。本当に。でもさ、1で小鉄さんでさ、2の前編でさ、バニーちゃんだからさ、2の後編はまた違う人なんじゃないかって。でも正直言うと全員1回ボコボコにされてるからな。全員1なのか、これで。全員これで1なのか。そう考えると。1じゃないわ。小鉄さんだけ 2になるのか。そっか。小鉄さんだけ2回ボコボコか。あ、いけた！あ、よかったよかったよかった。いや、よかったよかった。染め立花さんが帰国したわ。おかえり。おかえりおかえり。パッパパッパラッパラ。ねえ、フガンムガンは本当に良かったよ。本当に良かった。てか、タイバニのさ、何？前半後半の間に出てくる敵、なんでみんなちょっとこう、視聴者に好かれる感じがするんだろう。すごくいいよね。いや、ほんとにラギアンちゃんだけを疑われてほしくね。マジで。でも誰も疑いたくね。そんな、疑心暗鬼したくね。嫌じゃ。嫌じゃ。嫌だ、嫌だ。嫌だ、嫌だ。嫌だ。嫌すぎる。さあ、あと1分です。さあ、あと1分です。よいしょ。パッパラッパラン、パラララッパ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 ラン、パラララッパラッパパ。ちょっとトントンってやる準備だけしとこう。タルタルソースタルタルソースなの？どういうことなの？どういうことなの？なぜタナトスを超えたらタルタルソースになるの？仕方ねえな。タルタルソースは美味しいからね。しょうがないよ。しまったね。どれだっけ？ここか。これだ。待機を消す。はい、30分になりましたが、皆さん準備はいいですか？皆さん準備はいいですか？どれだ？どれだ？ん？どれだ？ストップウォッチはどれだ？これか。あはタルタルス。なるほどね。タルタロスがってことは。そっか、そう言ってたね、言ってたわ。いや、タルタルソースって言われたから分かんなくなったわ。タルタルソース。はーい、では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 、皆さん良さげでしょうか。ちょっと32分になったら始める。32分になったら始めるから、もうちょい待って。準備はいいですか？はーい。あ、この同時視聴はコメントで全然ネタバレをしてもらって大丈夫なので。はい。一応言っとくね。今日は全然大丈夫。明日も、確信つかなければいいって感じ。イエーイ。どっかで音が鳴ってる。何が鳴ってるんだろう。大気がどっかで反応してるんだな。ドドン大気。ちゃんとみんなも画面の前でするんだよ。画面の前で。1分が長い。ね。暖かい格好してみてね。はーい。では32分になったので始めようと思いまーす。じゃあ、3、2、1、ポチで。ポチで押してください。OK。OK。いきまーす。3、2、1、ポチ。
なんか今オーロラが出てる。ほんとに一番最初、心配になってきた。最初っぽい。なんかドドーンが、ジョジョーンがないとさ、わかんなくなるのよ。大丈夫かな？音、イヤホン生きてるかな？あ、大丈夫です。よいしょ。サンライズ。あー、いいね。あ、そういうこと？そういうこと？ごめんごめん、かずみおさん。ごめんごめん。ごめんごめん。すっかり私、映像内でドドンやるときのドドンってやることがどうした？ドドーンって押すってことか。すまんすまん。もうだいぶ心が本編に進んでたわ。ごめんごめん。このオープニングすごいいいな。あ、そう、今日ね、今日っていうか前回とかもなんだけど、同時視聴でわしら持ってるのは若干こうペプシっぽい何かなんだ。ねえ、この書き下ろしですみたいな、ごつごつな感じのイラストね、なかなかないから。っていうかさ、あの、なんだっけ、あー出てこない、この企業さんたちがさ、あの、もうすぐ始まりますよっていうのでさ、それぞれいろんなツイートしてたじゃん。うわ、ライオンちゃんだ。あれめっちゃ良かったね。2でなんか若くなった。なんか突然ね、時が戻ったんだよね。あ、そうなんだ、バーナビーイメージなんだ。いや、背中がかっこいい。カッパいるで。アポロンメディアってこういうことやってるんだ、ちゃんとってだった、これ。ベンさん。で、2で少女漫画みたいになった。ドドーン。あ、違うや、初めのドドーンじゃないね、あれか、ネットフリックスの N が出た時のドドーンか。あれさ、何だっけ、ネットフリのさ、イベントかなんかのさ、タイバニの枠で平田さんとさ、森田さんいてさ、二人でさ、ジョジョーンって言ってたよね。あれ、映像を見た時。言っとるって思って。ただ、ただあんなんだっけ、なんか、本当は。ね、タイバニ2のスマートなスーツもいいけど、それ以前のドシータデザインも。ねえ、めっちゃいい、いいでござる。あ、出た、ウィス・バイオレット。なんか先週ぶりって感じだな。先週ぶりだな。かっこいい。ボロいよ。なんかさ、この時から比べてもさ、タイバニ2になった時さ、この、なんだろう、力の使いどころがちゃんと分かるようになってるよね、こてつさん。キャーキャーこてつさんってなってる。あの今のさ、2のさ、あの子ミュ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 ンっつってさ、こう、何こう、面の部分がさ、こう、ミュ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 ンって消えるのもいいんだけどさ、やっぱこう、ガシャンガシャンってできるのすごい好き。このスーツ好き。なんか2の方が落ち着いたよね。こてつさん。
そうね、ちゃんとね落ちないようにパンって弾き返すのでとてもいいよね。でもその間に2部ヒーローが捕まえてないのもあれってなっちゃう。そう、マスクの開きね、ガシャンガシャンの方が好きなんだよね。なんかこう近未来感あるんだけどさ、ビョ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 ンってやつでもなんか違うんだよね、ガシャンってこうアナログな感じが好き。ニッサン、バイソンさん、このさね、キッズとリガビかわいいよね。この二人で首手してんのがめっちゃかわいい。あ、いや細い。ピコルス、このさ、ホットドッグコラボかなんかで出てたよね。まるまるじゃなくてさ、切られてるピクルスだったけどさ、ホットドッグだーってなったんです。返事の時かっこつけるバイソンさん。なんかこのさ、2メインはさ、アポロンの人たちだけどさ、こうバイソンさんとかネイさんとかさ、こう長い間ヒーローをやってる人たちに焦点が当たってるのすごく好きなんで、あ、このネイさんの技の出し方かっこいい、優雅。あ、ピクルスダメな人だ、マジだ、ピクルスめちゃめちゃ好きなんで。もらおうかって気持ちがすごいんだよね。なんかこの掴んだ時点でポイント入るの、だるまさんが転んだでタッチしたら OK みたいな、それと同じ感じがしてさ、連行してどこかに入れるまでやらないんだって感じ。いやー、あーあうんー、2いいっすね。2のバイソンさん好き。なんかこの映画の時のバイソンさん本当に瞑想し続けてるから、バイソンさんの立ち位置というか立ち回りが、立ち回りの仕方がこのメンバーの中でのが、こうこの瞑想期を経てしっかり決まって2に行ったんだったら、もうすごい好きってなっちゃう。スカイハイさんね、いや本当にさ、あの後輩逃がすところさ、2の方のあそこを見てるとさ、この映画からの成長がやばいよね、バイソンさんマジで。このさ、映画の私服好きなんだよね。小鉄さんのこの映画の私服好きっていうか、映画と映画の私服と髪型がすごい好き。1の時もすごい良かったんだけど、こっちの方が落ち着いてて好きなんだよね。あとあの台湾に2の方の服も好きね。私服いいっすよね。なんかバニーちゃんが赤くないのはなんか不思議な感じするんだけど、落ち着いてる感じするというか、新しい一面見た感があっていい。てか小鉄さんがサスペンダーつけてんのがマジで可愛い。サスペンダーだって可愛い。アライグマっていうのこの野郎、カッパコラ。まあでもラスカルコラボはめっちゃ可愛かったけどな。わかる、ウエスタンのバイソンさんすごい。出たこの野郎、おカッパカミ野郎つって。ヘイトがすごい。
お兄ちゃんインナー赤いのいいな。あーここからだったんだ。ラスカルコラボ、ラスカルコラボはね可愛かったよ。めっちゃ可愛かった。マーヴェリックよりヘイトアルコス。いや人には人の恨みの矛先よ。なんかさ、バニーちゃんが好きな人とかさ、バニーちゃんメス、バニーちゃんのファンみたいな目線で見てる感じの人だとさ、割とマーベリックこの野郎てめえってなるけどさ、この小鉄さんを追ってたりさ、小鉄さんかっこいいぜってなってるとさ、マジでこのこのおかっぱええわってなっちゃうよね。でライアン可愛かったよね、ラスカルの時。ガーゴイルテクニカのロゴ複雑すぎてデザイナーすごい。え、ちゃんと見てなかった。なんか、あ、調べらんで。お日様をテーマに詩を書け。カエディちゃん、カエディちゃん、みんなスーツ着てるけどスタッフパーカーで来るんだね。おてつさんちね、2だとさ、割と綺麗になってるじゃん。この映画の時、よっぽどやばかったんだなって。あ、久しぶり。マークシュナイダー。せり上がってくるな。腹立つ。ああ、緑のグラスがなかったの、フレアグ。なるほどね。え、もう一回会場映んないかな。いや、この紹介も腹立つよね。あー、ピンクとゴールドなんだ。え、っていうかこれホアンちゃんめっちゃ可愛いパンツスーツ。みんなってあ、ほんとだ、ピンクとゴールドだった。ライアンちゃん、あ、うわうわすごいぜ、すごいぜ、重力がやばいぜ。よいしょ、よいしょ。ねえ、きついよ。よくライアンちゃんここまでこう心を強く持ってられるというか。ドドーン。え、ネイさんのスーツかわいい。出た、クソスーツ仕様の。
マントだ、マントついてる、ダメだよ、マントは。ヒーローにマントはつけちゃダメだよ。死んでしまうよ。でもそう考えると、姉さんが心配になっちゃう。いや、大丈夫、きっと。タイガー&バニーの世界は大丈夫？ 100 万再生されてた。マジで。めっちゃ有名じゃん、ライアン。逆に知らないんかってなっちゃうな。こてつさん、ライアン&バーナーズ。ねえ、いい楽器ってなる。こてつさんもこてつさんで考えてたんだなって感じするしね。同意です。バニーちゃんに同意です。こてつさん。おい。いや、てめえ。てめえ。ほんとだよ、ウバスのアライグマってなんだよ。いや、こてつさん。なんかこの会場の外に緑色の噴水あるのしんどいな。なんか部外者感がすごい。ねえ、わざとの演出だよ。もう。ダメージ食らったら、ほら、だってほら、緑色。もう。てめえ。このさ、事故を喜ぶのもやばいしさ、マジ両手にお姉ちゃんがいるのもすげえやだ。コメント翻訳で勢いがすごい。ブワーしか言ってない。ウィーンの人。割とちゃんと座るようになった。美人のお姉ちゃんのハーレム作ってんの、お前かよとは思った。ライアンがやるかと思ってた。わかる。ここからライアンって意外と、なんか思ってたのと違うのかもしれないって感じするよね。おーい。おいおいおい。やばい、乗り遅れた。ドットに乗り遅れた。ちょ、乗りたいんだけど。うわぁ。ただいま。ちゃんと周り見てんだよな、こいつ。やってることやばそうに見えるけど。ロック！これもちゃんと考えてんだよな、この人。
ライアンはサッカーで言うとミッドフィルダーなんですよね。バニーちゃんは実は前線なんだ。全然私サッカーがわからないけど、バニーちゃんが前線ってことはわかった。やってることはね、そう、まともなんですよね。そう、意思疎通できてないだけ、そうなんだよね。ライアンのことがなんとなくわかれば大丈夫なんだよ。悪意が多分ないんだよな、今の。ああ、フィールドの中盤で司令塔する選手。へえ。タイバニ見ながら今サッカーの知識を得た。私が一生理解できないサッカーのこと。サッカーどうしてもさ、オフサイドが理解できなくてさ、一生見ることができないんだけどさ。オフサイド何回説明されてもわかんないんだよね。どうしてそのオフサイドで超えちゃいけない人をみんなわかるのっていうのがわからなくて。あ、黒霧島さんいらっしゃい。こんみつ、お帰り。帰りお帰り。今、おかっぱのカッパが、おかっぱカッパが、ユーリペトロフを指さしているところです。口笛が上手じゃん。褒めてあげるよ。イブヒーローのこと覚えてくれている。あ、いいじゃん。ディスデーだ。ワークシュナイダーが嫌な理由、ネクストを人間扱いしないところ。マーベリックは自分もそうだったから、非人であってるかな、扱いはしなかったね。あいつ嫌いなんだよね。このさ、なんだろう、人間が史上最高の生き物みたいな立場のやつ、なんかそういう風に思ってるやつってさ、愚かだなってならない？なんて愚かなんだろう、人間なんてちっぽけな存在なのに、こんなものが一番上だと思っているなんて、なんて愚かなんだろう、かわいそうにって思っちゃったよね。そのせいなのかね、マーク・シュナイダーね、かわいそう、嫌いなんだけど、そういう点ではかわいそうなんだよな。なんで解雇すんの？すんなり通っちゃった。おもちゃ選びするパニーちゃん、微笑ましいね。パニーちゃんチョイスのあのぬいぐるみ、いいね。うわ、ムカつく。ねえ、2部の給与形態、どうなってるんだろうね。やっぱ出来高とかなのかな。いや、この姉さんの私服、マジで TM レボリューションって感じ。ねえ、ロイズさんもさ、こう旗から見ると嫌なやつに見えるけど、あの人も一応頑張ってはいるんだよね。腹は立つけど、たまに。なんかバイソンにこういうふうに、こういう考えを持ってる人が一緒にこう
バディ組んでくれてるの嬉しいな。紅茶飲んでた。かわいい。あ、ほんとだ、紅茶だ。紅茶を置いてくれてるお店もいいな。カフェ。ごめんな、ハイさん。お兄ちゃん。え、あのさ、2ってさ、これの1年後とかだっけ？この間にさ、お兄ちゃんが結婚してるっていう事実がでかすぎるんだよ。すごい顔になっちゃう。半年で結婚したの、子持ちと。え、現在し、え、ってことはこの映画現在進行形でお付き合いをしているってこと。ええ、そのくせ、え。今すごい。ライジングの資料かなんかで小鉄さんの目標が兄貴の結婚。ちょっとそっち側をちょっと映してほしい。時系列が分かんないってなっちゃう。あ、イワン先輩がタイバニ2で髪をさっぱりさせたのは自分に自信が持てたからなんでしょうかね。この変化すごくいいよね。そうか、再婚だ。再婚だ。はあ。やっぱ斉藤さんこれぐらい聞こえなかったよね。あー、なるほどね。カエテちゃんとカリーナちゃんが連絡取ってることがタイバニ2の、なるほどね。あ、ねー、してる2週間って、そう考えるとほんと短いな。いや、あの、よいしょって登ってるのめっちゃ可愛い。オルダビに半年いたのか。あの2週間が幸せだったんだろうなら、やっちゃう。ポセイドンのタクシー。牛。いや、もういいよ、おっさん。好きなんだ。あの言い方。いいよね。なんかリアルだよね。もういいよ、おっさんっていうの。辛いね。しんどい。このお兄ちゃんの気持ちもわかるよ。え、って、え、ブルーロス入れてる。折り紙の姿勢かわいいね。後ろに見えるように配慮。
伝説を信じる派。3人並ぶとこついな。ごついで。普通にスカイハイが降りてきても、あ、スカイハイだとかならないんだね。やば。スタッて妖精さんみたいな降り方するよね。いい風。ここからだいぶちょけてんのいいよね。だいぶバーナビーのこと気に入ってんだろうな。シャンプーの CM いい風。デイさん、おじいちゃんが敵だって疑わないのがすごいよね。いい人なんだなって思っちゃう。あー、クソじじい。いや、マジヒロインが今襲われたところだよ。ヒーロー。西田さんがディレクションしたの。いい風。一応喋って平気なんだって言うんだ。マスクついてるからなのかな。はーん。ロイズさん、ね、司会応者出勤じゃなかったし、そう、プレゼント買ってってんだよね。パパパパ、ね、おじいちゃんキャラ。あー、しんどいところ来た。こいつすぐに起きるのやばいよね。かまけてたんだろうなぁ。かまかけてたんだろうな。ね。むかつくな。
くっつくだ。ねえ、ネイさんマジでしんどい。うん、うん、絵本の絵柄好き。うん、少なくとも女神伝説はシュテルンビルトではポピュラーな伝承であると。ね。桃太郎的な感じなのかな。シュテルン版桃太郎なのかな。カニ。ノーエスケープ。ね、平和なジャスティスデーがね、一気にあったらもっとよかったね。この、普通に見たかったな。あ、ね、どうなんだろう。場所によって知ってる知ってないとか、結構あるのかな。苦しい。ジムのお姉さんが「えっ!」って顔するのすごい好き。ほらー、愛を乗せないのー。無理ちゃかわいい。ちゃんとホームページ作れるんだって思った。あー、しんどい。ホームページの携帯すごい古い時代のっぽいね。一個飛んだら文字とか虹色になってんじゃない。ね、後日さんと比べられるの気にしてるよね。かわいいな。いや、私服かわいいなぁ、カリーナちゃん。カリーナちゃんかっこいい。
ぱ兄ちゃん。ブルーローズってさ、本当にそれぞれのヒーローといい距離感保ってるよね。その女子の距離感もそうだけど、小鉄さんとの、ね、関係もね、可愛いけど、いや、ここの全部聞いてたホアンちゃんも可愛い。本当にいい距離感、いい関係を持ってるというか、いいよね。お、バニーちゃん。ここゲーつくって。マジカリーナちゃん、いい子だよ、ほんとに。てかさ、ほんとにカリーナちゃんって1の時からさ、映画も経て、いい成長をしてるよね。人間として。すごくいい。大人のなり方というか、こう成長の仕方というか、心の成長の仕方をしていると思う。ジョン。ジョンかわいい。かわいいでそう、まだジョンだっけ。これの終わりですよね。終わりでジョンジョンに出会ってるんだっけ。ジャスティスデーに上がる風船多すぎでしょ。すごいな。かわいい。いや、ここの小鉄さん、クレヨンしんちゃんの映画館あってすごい好き。かわいい。かわいい。ネカブラギ家みんな、おしゃれ。わー、でもこの異変に気づいてるカエデちゃん。わかる。楓ちゃんが際どいコスチューム着たらちょっと親心が大変なことになっちゃう。やめてよってなっちゃう。なんかあのホワンちゃんとかキャットちゃんタイプの方に行ってくれたら嬉しい。ねえ、から元気ね。可愛いけどらしくないというか。折り紙。お日様。大河系のあんまね、なんか伝わるかわかんないけどさ、あのメダロットとかのさ、女の子のボディのメダロットとかいるじゃん。ああいう感じのとかでもいいし、もうがっつりがっつりタイガーとバニーみたいな感じのゴツゴツのスーツで行ってもらってもいいなって思う。でもどうやって使うかだよね。うまいこと使えるようにならないと思うね、楓ちゃん。ねえ、楓ちゃんね、成長がすごいよね。小学生の成長って早いんだ。ねえ、急成長するよ。
はい。このフロートやばいよね。信頼が。こいつ声も強いけど、普通に腕力が強いのでずるいな。スターじゃないよ。わーわー。虎の乗り物のでけえやついたんだ。気づかなかった。かえで。ねえ、もうめちゃくちゃよ。ねえ、バイソンさんさ、あの角の間にも子供乗っけてたじゃん。あれもすごい良かった。バーナビー？カエちゃん強いね。やっぱいいわ。ヒーロー TV ライブ。じゃあね、マブリック事件を戦ったヒーローの娘ですよ。こてつさん。ね、あの羽やばいよね。風の抵抗絶対やばいもんね。かっこいいな、こてつさん。かわいい。ね、消火器で。
かっこいい。バイクかっこいい。ね、羽縮んだ分だいぶ動きやすそうだけど。これはいけません。むかつく。わかる。完全ロックとか言えないもんね。相当ロック。じわじわくるな。このカップラマズヒエッ。力強いね。このお姉さんね、めっちゃ可愛い。可愛いっていうか、いいデザイン。ずんちゃかずんちゃか。どーん。わかる。ダビよダビダビってなっちゃうよね。頭の中でね。あーデイさん、ね、白ワンピースの姉さんもね、綺麗だよ。なんか、あれなのかなって。現実の方もそうだけどさ、時代とかもあったんだろうなってのもちょっとあるよね。さっきさ、だってガヤの中でさ、信じられないって言ってるお姉さん言ってさ、やめてよって思っちゃった。お祭ってすげえ。お祭ってすげえ。こいつな、こいつのアーマー強すぎない？なんで地肌を狙わなかったんだい？いや、身軽なジジイ。やば、ジジイ。ねえ、初見でも、わかんないよね、これ。クソジジイ。強者ジジイは嫌いではないです。この、ドラゴンキッドのうるさいの言い方、好き。
あれさ、ヒールで走るね。これパパってことだよね。パパ。しんど。なあ。この人が根っからの悪人だったら、再登場が一番やばいのはこのおじじだと思っただろうね。おじじ、なかなかやばいわ。よいしょ。ねえ、やっぱ両親もね、理解できなかった。難しい、複雑なんだろうな。人の親になってないからな。人が親にならないとな、その気持ちわかんないからな。普通にな、友達とかから実はって言われても、あ、そうなんだ、へーぐらいなんだけどね。えここ難しいよね。アンドリューさんね。え、いけますよ。案があるみたいなんですけど。あー、ここでもまだライアンっぽい女神のシルエットなの、ずるいのよねえ。アンドリューさん聞いた。うん。いいな、ホワンちゃんの叫び声がキャーじゃないのがすごく好き。うわーとか。さて、楽しいお、さて、楽しい楽しい追いかけっこの始まりです。始まりました。わーい。頑張れー、アンジェリューさん、頑張れー。いや、ここいや、ここライズさーって言ったな、言ったな。言いましたよね、今。みんな絶対指さして、画面に向かって指さして、お、いた、言いましたよね、今。ニブヒーロー。アニスさんのこういうとこ好きだな。斉藤さん好きだ。
ね、ツンデレアニエス。やっぱさ、装着するのもいいけど、これいいな。この中で着てるのいいな。視聴率の鬼すぎて逆に安心感ある。バイク斉藤さんらはシュナイダーにバレないように小鉄さんの新規…あ、そういうことだったんだ。いや、よく作ったよ、本当に。バイクバイ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 クバイバイ。いや、このさ、タイガーさんの復帰でやる気出るのなんかいいな。小鉄さんのロンリーチューさん、海ぼちゃ しがち。バイク。いや、この理解者がいてすごくいいよ。泣いちゃう。わかる。それはちょっとわかる。他のヒーローメンツがね、この能力受けた時どうなるんだろう。私は私。いや、もうネイさんの株も上がるし、女子組全体の株が上がるというか、泣いちゃう。ほわちゃう。マジで泣いてる。やっぱドドドが来る。準備しよう。ねえ、チャクラムさんのズボンスケスケだよね。部品みたいなやつでしかギリギリのところ隠してないから。やべえ、ドドン来た。ドドーン。ドド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 ドサイズが違うけど、あードドドドドドドうわー、よいしょ。助けてくれ、ジュリア君。あ、ストンって。ただいま。イエーイ。ねえ、ファニーちゃんに能力使わせないで保たせん。いや、ここ好き。
最初さ、ここ理解できなかったんで、何が起こったんだか分かんなかったんだよね。立派立派。そう、これね、これ伏線になるんだって感じですよね。この音響衣装メイドそれってで、あのパレードのさ、ダンサーさんの衣装ってことだよね、これね。それっていや、マジ遠心力、三半規管が強い牛ね。バイソンさんのメットの開き方も好きマリオのウヒョヒョヒョもめっちゃいいな。いや、痛い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 。うわー、姉さん。いや、着地がかっこいい。ね、かっこいい着地あとジジイっていうの、おじいちゃんって言ってたのにジジイになってて、めっちゃいいね、姉さんって言われる、強いぜ。いや、めっちゃいいおかまは最強、最強だよこれ。最強よって言った後にこうなるのもいい。人を守って倒れるのも、どうやったらそうやって飛ぶんだ。ジジイ、うん、いや、ここいいな。ねえ。いや、ほんと、折り紙と切っとかね、先輩をしてるのが本当に、通はいいよ。ああ、ここのホアンちゃんがタイバニ2前半、終盤のラーラちゃんと対になってるか。なるほどね。ね、あ、なるほどね、ちゃうわ。いや、ほんとにね。いいよ、成長、みんな成長してんなあっぷねえ、ここいいなブンブン
ね、ぶん投げるの好き。なんかこの扱いが対等になった感があるよね。ただ声。ライアン、ライアン複雑だろうね。ブーン。いらっしゃいませー、いらっしゃいませどこでそれを知ったのって感じなんだけど。花恋は真犯人にたどり着くのが早すぎるんだよな。勘がいい。暗がりで見るルーナ先生の目、怖い怖い。あさ、よくあるお化けみたいなさ、下から照らすライトをさ、ルナティックにやったら絶対怖いよね。あー、サラサラおかっぱなんだろう。なるほどね。いい風を受けるためにね。いや、だんだん連携取れてきてる感がすごくいい。ちょけてんな。ね、バニーちゃん早かった、能力使ったから早かったんかな。ロビスさん、ロビスさん。で、ライアンからのライアンさん。女流さん、ね、ロイズさん無事でよかったよ、ほんと。かわいい、幼い。シュナイダーさんってさ、もうほんとにさ、あ、これか、複雑なロゴ。シュナイダーはさ、本当にネクストもそうだけど、自分以外の人間ゴミみたいに扱うよね。
ね、バーナビーの幼少期似てるよね。ピルギリのこと信用してるっぽかったよな、ショックの受け方ね。でももうそれも狙いだったよね、きっとね。被害者だよ。ヘルメットかぶった顔よ。アンドリューさんも虎徹さんに出会えなかったバーナビーのもう一つの未来だったのかもしれない。確かに。うわ、いや、あのさ、映画公開当初のさ、トレーラーみたいなやつでさ、ずっとさ、僕が救いたいのはあなたですのところだけさ、こすられ続けてたじゃん。もう本当にさ、え、虎徹さん闇落ちだけはやめてよって思いながら映画館に行ったんだよね。それ覚えてるわ。マーヴェリックさんは利用するためとはいえね、ヒーローとして育ててくれたのは良かったんだなってね。やっぱマーヴェリック、どっちも嫌なやつなんだけどな。マーヴェリックの方がまだお前のことはイヴを潰すだけで許してやろうかなってなるんだけどさ。生きて罪を償いよってなるんだけど。このバーナビーのセリフはミスリードですよね。もう本当に予告の時すげえ嫌だって。今の角度のタナトスやばいな。ルナティック、今の角度怖っ。ねえ、CG すごい。あ、ヘリ。飛行機の方はいいんだ。あれは無人なのかな。あルナ先生なりに虎徹さんを、やばい、読めない、こらーって言ってる、ね、ルナティックはいつ見ても子供泣き、子供泣き出しそうな顔やな。そうだ、ルナティックのさ、口がさ、あの歯茎は見えないけど歯むき出しなところからもうやばいよね、泣くよね。ここもう一人いたらと何度も思ってた。わかる。夜中に見たら泣いちゃう。ルナティック。虎徹さんのワイヤーアクションすごい。あれをさ、こうパワーを使わずに生身でやってるってのが怖いよね。虎徹さんの運動能力果てしないって思っちゃう。スパイダーマンもびっくりよ。
やば。ちょっとかわいいな。ね、ルナティックの能力万能。あ、出た。風船。このルナティックのスーツどこで作ったんだろうね。気になるわ。シテルンの運転免許試験、タイガーを避けなきゃいけないのつらい。他の場所に行ったらだいぶこう、え、運転上手ですねとか言われそうだよね。いや、いつもちょっとヒーロー避けてるんで。こうするルナ先生にワイヤーだけでついていく身体能力やばい、マジでやばい。なんか訓練してるからとかそういうレベルじゃないよね。あ、怪我した。これいいな。手先が器用なんだよな。ね、繊細な動きするようで手先が器用なんだよな。フルナティックも叫び届けに上がりました。お届けです。いや、このここいいな。うん、なんか待ってましたこの並びって感じ。それはずるいってってなっちゃう。いや、背筋すごい。この場所こんな広かったんだって思っちゃうな、吹っ飛ばされ方見てると。筋トレって大事なんだな。イエーイ、ロックバイソン。いや、かっこいい。パーン。ね、ここの牛、あのここまでの瞑想を見てたから、なおさら映画館で上がったんだよ。うわーってなった。いやー、めっちゃいい。この他のヒーローの活躍めっちゃいい、かっこいい。
かっこいい。牛さんはそれでいいんだよ、本当に。あらやん。かっこいい。イエーイ。市民の盛り上がりももう最高よ。やっぱ光るのいいな。かっこいいねえ。タイガー&バービー。焦ってダイガーになってる。いやーね、ダイアン汗かいてんの早くない？ね、映画館が一番綺麗に見えた。でっけえ画面で見たいな。いや、見たんだわ。見たんだわ、リバイバル上映、そういえば。いや、グッドラックモードいいっすよね。ここ絶対プリキュアなんだよね、ここ。めっちゃプリキュア。いや、ほんと、アンドリューさん。よかったよ。セラブのリフレッシュを完璧にあれよね。こう、闇落ちしてた人が浄化された演出よね。マリオさん。カメラ映りたがりな感じ変わらなくていいな。あやさん。空気読めすぎる男ライアン・ゴールドスミス。
イエーイ。風船の子供。泣いちゃう。2のアポロ CEO 空気だけどちょっと安心する、わかる。カムシャラおじさん。カツラ先生。いやマジ後から知った時めっちゃ笑ったもん。あなたでしたかってねえ。いや本当にワイルドタイガー市民から愛されてるよ。タイガー、タイガー。いやこれがあったからこそ小鉄さんはヒーローという仕事をもう一度見直せるようになったんですよね。うん、いや、サムズアップもイエーイ。イエーイ。イエーイ。タイガー、タイガー、タイガー、タイガうん。(笑)電気の緊急復旧の仕方すごすぎる。バチバチバチ。それでいいんだって。楽しかったな、楽しかったな。ね、この歌。ああ、そっか、キットちゃん通信会社。あれ、キットちゃんどこだっけ？あれ、ヘリペリは折り紙？企業名だいぶ忘れてるな。忘れちゃった。エンドロール。いいな。決めポーズずっと考えてる。折り紙お茶立てられるんだ。あ、オーディオセウスか。そっかそっか。ヘリペリが金属。ああ、あ、ジョンジョン、かわいい。
2部ヒーロー頑張ってんだ。のちのちょんちょんね、こんなとこに伏線あると思わないよね。おいおい、ジョンジョンね、半年でえげつないぐらいでかくなってる。ユーリさんはそれバレるのよ。プリンセス。ハーモナイズフィナーレを聞いてからカレードプラドフィエスタを聞くと、なんかもう待ってたよって言いたくなるんですよ。わかる。ここからだからね。ここから10年だからね。ねえ、二部ヒーロー何やってるんだろう。なんか手がでっかくなる人は、なんだっけ、スバルくんの漫画の方で出てきたけど、他がわかんない。ああ。行ってしまうのか、ライアンちゃん。に。いやーね、あの3人もね、獄中でだけど、とてもいいよ、幸せそうで。あ、タイタンヤマハみたいな会社。なるほどね。はあ。音楽系って感じか、ヤマハだから。なるほどね。8億いや、8億もらってもさ、後のことが後のことだからさ、なんか、行かないでライアン行かないでライアンってなっちゃう。いや、本当にシテルン帰ってきてくれてよかったよって、もうさ、ヒーロー辞めるって言ってもおかしくないじゃん、あんなの。いやね、ライアンね。いや、半年か。ね、帰ってきて嬉しいけど帰ってこれないぐらい幸せに流れてて欲しかった気持ちもある。わかる。しかもさ、それでさ、帰っていろいろあって帰ってきたライアンの前にさ、またこの帰ってくる理由になったやつをさ、ぶつけてくるのえぐいよね。あ。鉄さん運転したらきっと2人で乗ってても落ちることになるんだろうな。終わったわ。お疲れ様でした。ねえ、ライアンずっとシテルにいてほしいな。平和に暮らしてくんねえかな。ちょっと待ってね、ボロボロ終わりにするんで。よいしょ。どれだい、どれだい、これか、これだね。で、BGM をつけたい。で、待って、ストップウォッチ止めるわ。オッケー、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。終わったわ。終わってしまったわ。明日だよ。ちょっと今、改めて感じてるけど、明日だよ。やべえな。あー、暴走ネクストが出てきたせいで腕で制御するタイプの能力者って腕をなくしたらどうなるんだろうとか怖いこと考えちゃうね。腕から出ちゃうのかな、力。怖っ。明日だよ、明日。怖い、いろんな意味で怖いな。ちょっと明日があるから、ちょっと今日は朝にしようね。終わったやつ、明日はめっちゃ喋ろう。明日はめっちゃ喋ろうということで、今日はね、みんな
しっかり睡眠をとるためにちょっともう終わりに入っていこうと思うんですけど、明日は21時から配信があります。鷲田は明日ここで見るまでは1話目を見ないようにしようと思ってます。はいあのもしよかったらあの2週目でもいいし一緒に初見でもいいので見れる方いたら一緒に21時の同時視聴にご参加いただけますと幸いです。でも本当だよ、明日って急すぎるんだよ。嘘でしょってえって私数ヶ月吹っ飛んでんだよって感じですので、もう本当に対話に見よう、もう本当にもうあの本当対話に関連の配信に関しては私では全く自分の評価を上げたいとかなんかこうチャンネル登録者数増やしたいとか高評価増やしたいとかないので、なんか先週言っちゃった気がするけど正直ないので、もう本当ただただ楽しもう。10年ぶりの祭りだから。10年ぶりだよ。祭りじゃ祭りじゃ10年ぶりの祭りじゃ水だ水だ水だ、うわぁ、めぐみの雨だ、あぁ久しぶりに参加できて、鷲田さんや皆様とお話できて楽しかったです。いや、こちらこそ来てくれてありがとう。ありがとう、こちらこそ来てくれて。また見れるタイミングで見ましょう。明日頑張って早く帰る。ありがとうな。また今日もあの9時半、今日じゃない、明日も9時半から見るから、それまでに頑張って。雨乞いかな、するか雨乞い。あーやーっ雨よーだもーっめぐみの雨よっず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 っ踊るかやるかやるっきゃねーな、わしらの元気を糧に対話にの続編を作ってくれ、頼むね。明日楽しみだね。はい、ということでおのおのしっかり睡眠をとって挑んでください。鷲田は明日は同時視聴の時に酒を飲みますはい、あとごめん、ちょっとついでに宣伝をさせて、これもう本当に人が来なかったら悲しいから、あの11月の2日に21時から鷲田の VTuber デビュー1周年の配信があります。あのもしお時間が空いておりましたら見に来ていただけると嬉しいです。ごめんね、ちょっと今月いっぱいは宣伝させて。これあとはあとなんだ、あ、そうだ、それ関連でマシュマロとかの募集もしてるので、もしツイッターを見ていただいている方がいらっしゃったら送ってくれるととても嬉しいです怖いよ、誰も来ないんじゃないかっていう恐怖があるから怖い怖い。はい、ということで終わりにしていきましょう。 BGM を消すわ。いやー、じゃあみんな明日21時にここに集合な生きて会おうなはい、ということで皆さんおやすみなさい、おやすみなさい、また明日ね。はい、バイバーイ、お疲れ様でした。